この選手は日本初登場であります。ソビエトのグロシェコワ選手であります。このグロシェコワ選手が加納さん大技をやるんですね。やるんですね、はい。もう練習を見てましたら、はい、まあ、素晴らしい技をやってくれると思いますので、はい、まあ、ご注目いただきたいですね、ラショノワ選手は 9.925 であります。高得点が出ました。グロシェコワ選手であります。15歳、モスクワの生まれであります。やるかな。あ、やった、新月面、素晴らしいですね、はい。もうほとんど抱え込んでない伸身のまま2回ひねって、もう1回宙返りをするんですね。そうですね、こういう選手は、この人はあの世界選手権はリザーブ補欠だということを言っておりましたですがね、はい、かつて、はいはい、ソビエトの選手というのはもうゆか運動はもう非常に得意ですのでね、そういう点ではもうどんな下のレベルの選手でも素晴らしい表現力と素晴らしいタンブリングの内容を持っている選手が非常に多いですね。かつてソビエトの体操界で活躍いたしましたエルビラ・サージがこの人のコーチだそうであります。あのツリシチェワとかネイリー・キムと一緒に、活躍いたしましたサージの、まあ、弟子ということになるわけです。すごいですね、すごいですね、最後に屈伸のムーンサルトを持ってくるというのは非常にやはり強い証拠ですね、本当ですね。